わかるをできるに。どうもこんにちは、篠原です。今回はわかるということをできるということに変える3つの方法について話したいと思います。今回ね、紹介するこのわかるをできるにっていうことなんですけど、皆さんね、これ経験あると思います。例えばですけど、数学の授業とかでね、先生が言ってること、わかった、これ俺にもできそうだっていう風に思うことあると思います。ところがですよ、家に帰ってね、宿題やってみて似たような問題解いてみましょうってなると、急にわからないね、わからないと解けないで、解けなくてあーもういいやっていう風になって白紙でノート出すみたいなね、そういうことあると思います。あるいはですけど、あーこの問題見たことあるなっていう風にテストで思って、で後で家帰って回答とか見ると、あそうだったそうだったってわかるんだけど、でも肝心のテストでできないっていうことあると思うんですね。というのも、分かるとできるには大きい壁があるんです。で、これを今回皆さんに取り除く3つの方法を話します。まず、分かるをできるようにするために一番大事なのが何かっていうと、再現力なんですね。先生が授業中に教えたことをノートで、あるいはテストの紙の上でもう一回再現する力、これがないから分かったと思ってもできたとはならないんですね。じゃあこの再現力つけるために何をするのかっていうことなんですけど、この3つなんですね。まず復習する、何回も何回も反復して解く。そうすることでだん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 その先生の思考回路、正しい問題の解き方、そういうものが振り込まれていきます。分かるという感覚を何回も何回も自分の中で繰り返すことで、いつしかできるようになります。次に、人に説明するということですね。例えば友達とか弟とか、まあ親とかね、そういう身近な人に今日こういうこと習ったんだということを説明するんです。それはまさに先生のしていることと同じなんですね。で、自分が誰かに話すということは、まあ自分の中でちゃんと分かってないとダメですよね。自分の中で分かってないといまいち説明できないし、まあ自分が話すことを自分の耳でも聞いてるから、自分が自分に先生を振るということにもつながるんです。そうするとできるようになっていくということですね。まあいわゆるね、あの成績のいい人、クラスに1人とか2人とかいると思います。で、そういう人にここちょっと教えてよっていう風に聞くと、まあ教えてくれるみたいなことあると思うんですけど、そういう成績がいい人ってなぜ成績がいいのかというと、人に説明しているからだという風にする考え方、いろいろ言われてます。僕ね、これ結構正しいと思うんですね。だから人に説明する、誰か他人に説明する力、これを通じて自分ができるようになるということは結構ね、大事かなというふうに思います。そして最後に、これはもう精神論ですね。精神論なんですけど、へこまないっていうことです。で、このね、復習とか人に説明とかすると、自分で分かっていたと思ったことがあんまり分かってなかったっていうことあると思うんですね。自分のできないところに気がつくということがあります。で、こうなった時にね、あー俺ほんとバカだな、あの時分かったはずなのにとか、そういう風にへこんじゃうとね、なんというか苦手になっちゃうじゃないですか。嫌になっちゃうと、で勉強嫌になっちゃうと、もうそっからどん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 やる気なくなっちゃうんですね。だからへこまない、もうできないの当たり前なんです。復習しないとできないの当たり前、人に説明しないとできないの当たり前で、これが復習が失敗する、人に説明するのがうまくできない、こういうことはもうあって当然なんですね。だからへこまないでください。またできればいいんです。というか、テスト本番でできればいいんです。もっと言うと、入試本番の時までにできるようになっておけばいいんですね。だから仮にね、今うまく人に説明できないとか、復習で解き直しても丸がつかない、そういうことがあってもへこまないでください。ぜひ何回も何回も粘り強くやってほしいなと思います。はい、ということで今回、分かるをできるにする3つの方法について話しました。で、分かるとできるの間には1つの再現力不足という問題があるんだということですね。この再現力を獲得するための3つの方法、それは何かというと、復習の反復、そして人に説明するということ、そしてそれについてへこまないということでした。今回の動画、これで以上です。ご視聴ありがとうございました。あの予備校とかのね、 CM で多いのが、生徒が分かったって言ってる瞬間の CM って結構多くないですか。あれってまさに予備校の仕事なんですね。生徒を分からせることっていうのは予備校の仕事なんです。だから、まあそういう分かったっていう描写もね、よくしてるんですよ。ところがですよ、ところが実際にはできないと入試で点取れないんですね。で、ここはもうね、本人がやるしかないんです。予備校の先生ダメなんですよ、これできないんですね、再現力を本人につけさせることって。
分からせることはできるんだけど、できるようにさせることっていうのは予備校の先生できないんです。だからおそらくその生徒が分かったって言ってる瞬間の CM が多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ皆さんもね、分かったって思ったら、じゃあそれできるようにするためにこれをしようというふうに思って、ぜひ勉強していってほしいなというふうに思います。最後になりますが、僕にとって動画投稿の一番の励みになること、それは皆さんの反応なんですね。いいこと悪いこと、どんなことでもいいので、下のコメント欄にコメントしてくれると嬉しいです。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。あと Twitter ですね、 Twitter フォローしてもらったら更新情報とか逃さなくて済むかなと思いますし、 Twitter 上で簡単な受験相談もしてるんで、よかったら気軽にフォローしてください。今後もね、こういう成績を上げるためにどうすればいいのかという情報や、大学に受かるためにこう勉強すればいいよということについて、いろいろ動画配信してます。よかったら今後もお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。